ワールド・オブ・ライズは、デビッド・イグネーシャスの小説、及び、それを原作とした2008年公開のアメリカ映画。世界中を飛び回り、死と隣り合わせの危険な任務に身を削る CIA の工作員、フェリス。一方、彼の上司はもっぱらアメリカの本部や自宅など平和で、安全な場所から、現場にいる人間を顧みず冷徹な指示を送る、ベテラン CIA 幹部ホフマン。 そんな生き方も考え方も全く異なる彼らは多くの死者を出し続ける国際的テロ組織リーダーのアルサリウムを捕獲するという重要任務に当たっていた。しかし、反りの合わない二人はフェリスがイラクで接触した情報提供者であるニザールをめぐる意見でも対立する。ホフマンの指示に逆らえずにザールを泳がせていたフェリスだが自身の身元が漏れる危険に陥り、やむなく 彼を射殺する。その結果、銃撃戦に巻き込まれてしまい、情報は入手したものの、相方のバッサームは死亡しフェリスも重傷を負う。やがて、瀕死の状態から立ち直ったフェリスに、ホフマンは淡々と次の指令を出すのだった。ニザールの資料から、アルサリーム関係者の隠れ家が発覚したのだった。 強引かつ非常なホフマンに不満を募らせながら、次なる目的地ヨルダンへ向かう。フェリスは、ヨルダン情報局の責任者であるハニに協力を仰ぐのだった。信頼関係を築いた彼らだったが、ホフマンの工作によってその友情も壊れてしまう。怒りを覚えたフェリスは、ホフマンに逆らい単独でサリームを追う。非常で冷酷な世界に嫌気がさしていたフェリスは、 治療に訪れた病院で看護師愛者と出会い、思いを寄せるようになっていく。ところが、愛者が誘拐される。罠だと知りつつも、指定された場所へ訪れるフェリス。アルサリームのアジトに連れ去られ拷問を受ける。その、絶体絶命の窮地を救ったのはハニだった。やがて、ホフマンと再会したフェリスは、提案された、皇太后退宮での昇進と帰国を断る。 安全なところで中東を多国だと冷徹に対応するホフマンのやり方こそが対立がなくならない理由だと述べて CIA を離れ中東に生きる決意を語る優秀なフェリスを諦めきれないホフマンはその姿を衛星監視システムで見守るのだが愛車の元に訪れるのを見て監視を外すのだったアメリカでは2007年4月16日に 日本では2008年11月7日に小学館文庫より発売。本作は批評家から賛否両論であった。映画批評集積サイトの6点トマト図には210件のレビューがあり、支持率55%、平均点は10点満点で5.8点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ワールドオブライズは、 レオナルド・ディ・カプリオとラッセル・クロウの演技は素晴らしいが、作品自体は従来のスパイ・スリラーと何も変わらないとなっている。メタクレティックには37件のレビューがあり、過重平均値は57、100となっている。過去にグラディエーターなど3作にわたり、リドリー・スコット監督作品に出演したことがあり、スコットと縁のあったラッセル・クロウは本作において、 スコットより電話で直接オファーを受けたのだが、その時の第一声は体重を20キロ増やしてほしいであった。ありがとうございます。